テルと4つ3本の盛り合わせからご用意しまして、サラダのパフォーマンスを交えてこちらでお作りいたします。それ楽しみにしてます。ありがとうございます。でクラムチャウダースープの後にプライムリブは目の前でさせていただきます、はい。上でお野菜の入ったボールを回転させながら作りすることからスピニングボールサラダというお名前がついております。オリジナルのクラシックミンテンドレッシングです。こちらがローリーズの本店がカリフォルニアのビバリーヒルズにオープンして以来、今年で83年間変わらないスタイルでパフォーマンスを続けております。このように回転させながらお作りすることで、お野菜を芯まで冷やしシャキッとした食感お楽しみいただけます。サラダの中身はロメインレタス、サラダ用のほうれん草、クルトン、ビーツという砂糖大根と卵が入っております。スピニングボールサラダでございます。サラダ用に冷たく冷やしたフォークご用意しておりますので、お受け取りをお願いいたします。サラダ用に作られたオリジナルのペッパーご用意させていただきます。こちらドレッシングのお味をお楽しみいただいた後に、上からかけてお味や香りの変化をお楽しみくださいませ。
せて赤ワインご用意いたしましょう。あ、ぜひお願いします。リンジャー、カベルネットワークにあります。小さいものが西洋わさびをすりおろしただけのピリ辛のものでして、白くて大きいものがホイップクリームとその西洋わさびを混ぜ合わせてマイルドに仕上げたものでございます。また参りました。失礼します。失礼いたします。すごい、それでは本日お客様のプライムリブをカットいたします。カーバーの島田でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ローリーズへようこそ。おはようございます。よろしくお願いいたします。ではローリーカットをご用意させていただきます。ゲッペンがレアからウェルダーまでの5段階ございまして、今のおすすめは、はい、ただいまミディアムレアがおすすめでございます。ぜひそれでお願いします。はい、わかりました。ミディアムレアローリー。はい。こちらが大体8キロから9キロほどある大きなお肉の塊でございます。こちらにローリーズオリジナルソルトをしっかりと振り込みまして、2時間半から3時間余分な油を足しながらじっくりとローストしております。使用しているお肉はアメリカ産のブラックアンガス牛、牛の肩から串にかけてロースという部位を使用しております。ローリーカット2分の1の確率で骨がついてくるカットでして、こちらのカットにも骨がついております。身の周りがすごく美味しいお肉ですので、はい、ぜひお召し上がりくださいませ。このようにお客様の目の前で大きなプライムリブをカットするパフォーマンススタイルは創業当初から83年間変わらずに続いております。お待たせいたしました。おはようございます。失礼いたします。それではごゆっくりお楽しみくださいませ。おはようございます。はい、あ、パンが、おはようございます。はい、プライムオリーブを焼き上げる際にプライムオイルというオイルを使用してスパイスを入れております。ソースによく合いますのでソースをつけてお召し上がりください。こちらがプライムリブの下味に使用しているローリーズオリジナルのソルトでございます。でもお味の変化をつけるのでぜひお使いくださいませ。はい、いただきます。めちゃくちゃ美味しい。しかもめっちゃ柔らかくて、ソースも美味しい。
なるほど。1938年。はい。今年で83年目です。アメリカにはビバリーヒルズ、ダラス、ラスベガス。